はいどうも皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、サムネとタイトルにある通り知っておきたいキャッシュレスウィークということで、今回はそのゴールデンウィークに向けて、まあ、ちょっと前からまあキャッシュレスウィークっていう風に言われてたんですけども、まあ、今回来るその10連休ですかね。まあ、マイナビニュースをもとに、お伝えしていこうかなと思うんですけども、42社が、参画するキャッシュレスキャンペーンの詳細をゴールデンウィーク前にチェックということなんですけども、まあ、いろいろまあキャッシュレスの、まあ、サービスを開始している会社さんって今たくさんあると思うんですね。で、そんな中でも、まあ、いくつか、ピックアップして、僕の方から、お伝えしていこうかなと思っております。で、一応キャッシュレスウィークに賛同する企業として、まあ、確保予定ということで、まあ、ビッグカメラ、ビザとか、ペイペイとか、マスターカードとか、まあまあ、有名どころなところが、まあ、キャッシュレスウィークに賛同するということになっております。で、まず、何個か紹介するんですけども、一つ目、イオンフィナンシャルサービスということで、まあ、イオン系列ですね。こちらが今回まず言ってるのが、2019年3月1日から4月30日の期間中にイオンカードへの新規入会した25歳以下のユーザーを対象として、5月31日までに利用したクレジットカード、デビットカード払いの代金 5% 分を、キャッシュバックするということで、まあ、これはもう若い人向けでしょうね。今だからこそ社会人デビューしたりとか、まあ、そういった新卒入社とかで、初めて、クレジットカード作りたいなという時に、このイオンの系列が今提供しているサービスということですね。まあ、4月30日までなので、まあ、ほんとゴールデンウィーク、まあ、の途中にはなるとは思うんですけども、まあまあ、このキャンペーンとしたら、まあ、初めて使うなら、まあ、イオンというネームブランドも強いんで、まあ、安心して使える、まあ、会社の一つなのではないのかなとは思います。で、次、折り紙ですね。折り紙ペイ。で、折り紙は、5月6日までの期間、加盟店に掲示されたポスターの QR コードを折り紙ペイアプリで読み取ると、初回利用のユーザーが取得できる 10% クーポンを提供するということで、まあ、一応期間は5月6日までということで、まあ、これをきっかけに初めて、まあ、折り紙ペイを使うということであれば、10% のクーポンがもらうことができるというものですね。まだ実際ちょっと僕も、まあ、検証段階ではあるんですけども、まあまあ、これも早速入れてみようかなと思っております。まあ、また入れたら、まあ、ここも折り紙ペイも、まあ、レビューさせていただきたいなと思っております。で、次は auPay。auPay は、先日お伝えさせていただいた内容の通りなので、一応こちらは概要欄に、関連動画として auPay の紹介の方の動画を、入れておきますので、そちらをご確認くださいませ。で、次は PayPay。こちら5月31日までの期間最大 20% 戻るということで、これはもう今やってる第2弾100億円キャンペーンのお話ですね。もうこちらも特別何か変わることではないんですけども、まあこのゴールデンウィークで、まあ、PayPay 利用される方というのはかなり増えてくるかとは思うので、まあ、5月31日までであれば、まあ、PayPay 使った方がいいのではないのかなと思います。ちなみに僕も昨日使って、まだ10回に1回しか当たらないんですけども、まあ、20% 戻ってくるので、まあ、そこまた楽しむことができるかなとは思います。で、次、みずほ銀行ですね。で、読み上げさせていただくと、5月31日までの期間、カード入会と5000円以上の、利用で漏れなく1000円プレゼント、みずほレオレットアプリ、または J コイン、ペイアプリの新規ダウンロードと現金を新規ダウンロードと利用で現金プレゼント、そして、カード利用増加額を抽選で全額キャッシュバック、過去最大10万円というキャンペーンを展開するということで、まあそうですね、この場合は、まあ、みずほ銀行を主に使われる方向けに、配信されている配信というか、提供しているサービスだと思うので、もしみずほ銀行を使われている方であれば、一応ホームページとかでチェックするのもいいのかなとは思います。そして次、三井住友銀行。SMBC デビットを、Amazon で1回使うだけで、Amazon ギフト券1000円分を漏れなくプレゼント。括弧4月30日まで。50回に1回の確率で買い物が全額タダになる、上限10万円。5月31日までといったキャンペーンを実施中ということで、まあ、三井住友銀行が提供している SMBC のデビットカードがあるので、まあ、そのビザカード、それを使って Amazon で買い物したら、
戻ってくるというものですね。1000円分を漏れなくプレゼントということなので、これ僕は一応持ってるのでちょっと試してみようかなと思います。で、まあ、その試した結果どうなったのかっていうのをまたレビューしたらできたらいいなと思っております。まあ、これは Amazon、 そう、僕結構三井住友銀行とプラス Amazon も結構使うので、まあ、これはこれで結構得なのではないのかな。得というよりかは、まあ、キャッシュレスにチャレンジするのであれば、三井住友銀行持ってたら、まあ、いいのかなとは思います。で、次、楽天ペイですね。これが最後になっております。楽天ペイアプリに、楽天カードを設定して支払うと、ポイント最大40倍還元。4月8日までですね。で、コンビニで楽天カード、楽天エビ、楽天ペイアプリを使って決済することで、ポイント最大 2.5 倍付与。で、これが4月27日から5月6日といったキャンペーンを実施中ということで、まあ、ここも楽天ペイもかなりサービスとかが充実しているので、またここに関してはホームページなど見ていただくと分かりやすいかなと思います。ちょっとここでまた言ってしまうと、グダグダってなってしまうっていうことも考えられるので、一応抜粋した部分だけお伝えさせていただいてます。ということで、まあ、かなりの数が今、まあ、ゴールデンウィークに向けて、キャッシュレスウィークという名前でどんどん今伝わってきてるんですけども、まあ、何かしら数はかなり増えてきてるので、まあ、どっかしらかじってみるだけとか。で、まあ、やっぱり、使いやすいとか CM とかも踏まえて、やっぱり PayPay とか、まあ、ちょっと今 LINEPay はないんですけども、そういったものをやっぱ使うのもいいのかなと思います。まあ、せっかく使うならね、まあ、ポイントであったりとか、まあ、お金が返ってきたりすると、かなり、お得な気分にはなるのかなと思います。なので、まあ、このゴールデンウィークというか、このキャッシュレスウィークをうまく利用して、ぜひ、ゴールデンウィークも楽しんでいただければなと思います。ということで、今日はざっくりとまとめたキャッシュレスの、まあ、ニュースみたいなものですね。をお伝えさせていただきました。ぜひ、チャンネル登録、Twitter のフォローなど、あとグッドボタンなどしていただくとすごく嬉しいです。ということで、今日はご視聴どうもありがとうございました。